外務省外交資料館は外務省大臣官房総務課に置かれる組織として1971年4月15日に開館した公文書館。外交記録の管理、保存、展示、公開を実施し、かつ日本外交文書の編纂刊行を業務とする。外交記録は明治、大正期、昭和戦前期、昭和戦後期に大別される。明治、大正期の記録は一問。 2問問問など全昭和戦前期の記録は A 門 B 門 E 門など全16問に分類され4万冊を超えるファイルに収められている戦後記録については1976年により公開が開始され主としてマイクロフィルム CD ロムによって閲覧するその他幕末外交研究の重要資料と言われる通信全欄 続通新全欄、幕末からサンフランシスコ平和条約に至る、条約書、国書、新書、吉田茂元総理関係資料、議会資料、外務省明画場に研修書、急増を記録、歴史的価値が認められる、開示文書、個人文書、書簡類などを所蔵。閲覧室では、外務省外交資料館利用規則に基づき、戦前、戦後期の外務省記録が、 所定の手続きの後、閲覧可能である。別館は、吉田茂記念事業財団の寄贈により建設されたもので、1988年7月開館。展示室、収蔵庫があり、展示室では、幕末以来の外交文書や吉田茂、関係資料などの常設展示のほか、特別展示を行っている。外交資料館法を発行するとともに、 内外の外交史研究の第一人者を講師に招き、講演会も実施している。平成23年9月26日、従来の英語名、The Diplomatic Record Office of the Ministry of Foreign Affairs から変更された。外務省組織規則第一条第一項。ありがとうございます。